はい、こんにちは。サロメ同心チャンネルのサロメです。本日は栃木百名山またやってまいりました。栃木県の日光市にあります毘沙門山ですね、山にね登っていきたいと思います。今日はですね、こちらの私の3番目の子ですね、一番下の子がまた今日はね来てもらってまして、3人での登山ということでね、やっていきたいと思います。でこちらですね、茶臼山っていうところからね、今日はねピークを越えて毘沙門山を、ね、のピストンのルートをですね、予定しておりますのでね、まあ登山時間としてはだいたい2、3時間ですかね、そんなもんですんで、皆さん方大丈夫だと思いますんで、何かありましたらね、ロープも持ってきておりますので大丈夫です。それでは今から行ってみましょう。行きましょう。行くぞ。はい、登山開始時のね状況ですけれども、このようにねしっかりとした道標が立っておりまして、こんな感じでございますね。まあ木はねこんな感じで横たわってますけれども、全然 OK。 よいしょ。はい、こんな感じでございます。よっしゃ、行きましょう。ゆっくりと。お、ゆっくりですよ。はい、こんな感じで。大丈夫だな。分かりやすいですね。大丈夫ですね。はい。意外とですね、急ですね。登りですね。ゆっくり行きます。ゆっくり行きましょう。はい。よいしょ。ちょっと下ですね、軽い岩場になりましたけども、これ登り切ればですね、おそらく、この急坂は終わるような感じだと思われますね。稜線歩きにね、早くなってくれることをね、願っておりますけれども、どうでしょうか。ちょっとね、道標が上に見えてきましたけれどもね。はい、道標がありましたね。これ、左行くと岩花っていうね、ところですね。これ、スポットですね。で、右に行くと、見晴らし台ですね。まあ、とりあえずね、山頂に行きますんで、ピストンで戻ってくる予定ですんで、右、見晴らし台方面に行ってみたいと思います。結構なね、岩場ですね、これね、右はね。面白いですね。よっしゃ。はい、今ですね、急坂をね、ある程度攻略してまいりまして、こんな感じで、稜線歩きになってまいりましたね。もうこういう感じになっちゃえばですね、もう、でも、一回降りてまた、登りますけれども、まあそんなに急でもありませんね。大丈夫です。よし。OK! 大丈夫。もうここだな。見晴らし台来ました。おっしゃ。いいですね。いいですね。展望がいいですね。来てください。見晴らし台が。いやー、これはいいわ。これ綺麗だ。見晴らし台到着です。いいね。あっちがね、日光ですね。男体山ですね、あっちがね。はい、それでは行きましょうか。はい。はい、こちらですね、茶臼山のピークに到着いたしました。山頂からのね、景色は、木々にね、囲まれた感じでございますね。こんな感じでございまして。はい、このね、コンクリートの構造物は何でしょうね、これはね。ちょっと不明ですけれどもね。よいしょ。よいしょ、なんだろう。なんでしょうね、これね。ちょっとわからないな。今ね、こちらがね、頂上かと思いきや違いますね。毘沙門山、道標。もう一個先のピークですね。この上もね、何でしょうか。鉄塔が立ってますけれども。違うようなんで。ここは山頂じゃありませんので。こっち行きます。一旦これで降りるんですかね、これでね。よかった。はい。よっしゃ、またピークが。
ありましたけれどもね、また同票があります。こちらなかなかね間違いやすいですね。こっちなんですね、ビッシャーマン山ね。こっちですね。よっしゃよっしゃ、もうちょっとですね。はい、また下りですね。よし、ラストですね。もうちょいです。よいしょ。はいと、あーいいですね。よいしょ。元気ですか？はい。よし。いいですね。はい。あとこの岩だけ。よっしゃ、山頂の手前ですけども、これはすごいわ。一枚岩ですね、これは。すごいですね。今度こそもうちょっとです。山頂に行ったら休憩できるよ。山頂行ったらゆっくり、ゆっくり行きましょう、ね、こういうとこゆっくり充電して、充電していきましょう。よし、あともう一回、それそれでゴールですよ。よっしゃ、今度こそラストですね、これね。これ登ったら、毘沙門山の山頂でございますね。程よい、いい感じの、急斜面でございますね、これは。これは結構効くかもしれないね、これ。どうぞ、ラストです。ファイト。ファイト。あともうちょっとで。そう。この疲れ。寿司と、グミと、アイスクリームが待っております。キノコ。キノコと。はい、じゃあ行きましょう。はい。これは、あ、水飲む？ああ、ラストですけれども、結構な急斜面ですね。これロープがね、設定してありますけれどもね。よし、もうマジでね、もうちょっとだから。おお、こんな感じでございます。いやー、どうですか、お二人さん。いやー、ハードですね、結構ね。思ったよりハードですね。え、どれ見て、こっち。どれ。よし。よし、気をつけんだよ。山頂見えたよ。ほら、あの白の看板が見えたよ。ほら、山頂だよ、これでマジで。あと10メーターぐらいだ。オッケー。10メーターだよ、と。よっしゃ。はい、ほら来たよ、ほら。ほら来た来た来た、日も出てきたし。晴れてきたしよ。ほら。ああ、見えた。見えたよ。おい。ほら。ほら来た。山頂。到着しました、毘沙門山。栃木百名山。来ましたよ。どうですか、これ三角点もあります。はい。はい、じゃあまず三角点、これ提案です、これ提案です、これ。はい。にあるこうやってみんなでやす、こうやって。俺の上に合わせて。それ、これ、これだ、山の頂点、ここが。極めたってことです。はい、じゃあ、はい、あと、ほら。はい、どうぞ、感想。きつかった。でもね、登ったら、景色が綺麗。ああ、はい。やっぱりあの、使ったからこその達成感が感じられます。いやー、いいこと言いますな、はい、でこっち見てください、これね、ね、ほら、いやー、いいですね、これね、綺麗ですね、眺めがね、がああ、これあれがね、高原山かな、あれがね、目の前の山がね、あれ栃木百名山ですね。あ、全然高いですから、ここよりもね、標高ありますからね。ああ、これいいね。こっちはね、いまいちの町ですね、こっちはね。はい。いやー、いいですね。はい、それではですね、山頂に到着しましたので、今からね、お昼ご飯を食べたいと思いますけれども、やっぱりいいですね。こう苦労して登ったね、飯っていうのは、美味しいですよね。ああ、よかったです。いや、結構、思ったより辛かったね、これね。結構。
もっと楽だと思ったんだけどね。意外と辛かったでしょ。ね。いいじゃん。意外と。うん。足が痛くなった。ああ。私はいつものね、白米おにぎり、ごま塩おにぎりでございます。これ一番いいんですね。瓶にいっぱい入ってるやつ。これですね、そうですね。瓶で買ってきますからね。いや最高にうまいですね。いつも食べるパンと同じだけどさ、違うよな。同じだけど、あの山に来てから食べるのと量全然違う。すごいね。はい、じゃあそれでは今からね、下山をしたいと思いますけれどもね、道路側じゃなくてね、北道を下っていきたいと思います。じゃあ何かありますか。あれば登り切りましょう。よし、いいですね。頑張りましょう。よし、行くぞ。えい、えい、おう、おう、よっしゃ、行きましょう。じゃあゴー。あれどこ行っちゃったの。いた。ヤマカカシですね、あれね。ヘビがいましたね。ヤマカカシですね。あ、行っちゃった。あ、止まってますけどもね。いた。今のね、毒ヘビですね。毒ヘビ。噛まれたらね、やばいよ。だけど前歯には毒がないタイプのヘビなんで、奥歯にしかないの。だから普通噛まれたぐらいだと大丈夫。痛いだけ。どっか行った？お父ちゃん噛まれてたから、ちっちゃい頃。奥歯に猛毒があるの。はい、どうぞ。はい。もういません。はい、はい、じゃあどうぞ行ってください。すごいな。お、来たんじゃない？これ茶臼山じゃない？これ。お、来た。ほら、茶臼山。茶臼山ね、通過ですね。茶臼山、もうちょっとですね。ね、もうちょっとです。頑張っていきましょう。はい。よし。じゃあどうぞ。はい、見晴らし台、通過でございます。太陽もね、出てきましたんで。あ、いいですね。いいね。よし。もうちょっとだよ。いいね。まだあるだろ、水は。あ、OK。いいね。はい、最後の最後でね、お姉ちゃんがちょっと膝にね、違和感をあるということで、一応ロープ設定してね、降りてますけどね。いや、もうちょっとですよ。集中。はい。もうちょい。いけるかい？いける。よっしゃ、本当にあとちょっと、あとちょい、ちょっとだよ。よし、 OK。 はい、来た。よっしゃ、来た。はい、はい、来た。よっしゃ、来たね、行ったね、来たね、見えたね。来た、感動だね、これ。感動だね。じゃあ、まずは、お姉ちゃんから。はい。お疲れ様でした。どうですか、感想。こ
初めての山登りができました。久しぶりだったので途中で足が痛くなっちゃったけど、やっぱり最後に達成すると足の痛みも気にならなくなりました。よかった、お疲れ様でした。よかったです、うん、はい、どうですか、聞いた？聞いたからね、うん、登るのも降りるのも大変だったけど、うん、でもここもう一回降りてここに来るとなんか登ったなっていう感じがする。ああ、よかったね、うん、はい、ありがとう。はい、じゃあまたね。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今無事下山終了しました。今日登ってきましたのは茶臼山と、あと栃木百名山になってます毘沙門山ですね。こちら茶臼山方面からね、登ってきましたけれどもね、思っていたよりも意外と辛かったですね。ただね、滑落箇所なんかはありませんでしたね。ちょっとした岩場ありましたけれどもね、滑落箇所はありませんでしたので、まあ、お子さんなんかでもおすすめのルートだと思います。まあ、意外とね、登山時間もそこそこかかりましたんでね、結構意外と辛かったよね、ね。ですけど、まあ、ある充実感もね、得られるコースですし、あと見晴らしのポイントもね、見晴らし台と毘沙門山の山頂ですね、2つちゃんとありますんでね、まあ、こちらそういったビュースポットもありますんで、かなり、おすすめだと思います。また久しぶりにね、お姉ちゃんとも登りましたけれどもね、いろいろありましたけれども、やっぱりね、一つの目標ですね、頂上っていう目標をみんなでね、掴み取ったっていう、なんかこう充実感っていうのはね、やっぱりお金では買えられませんね、これね。本当にそういうところは皆さんとね、子供たちと共有できて、本当に、お金では買えない、ね、楽しい時間を過ごさせていただきました。そういったことでまた山動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。